はいどうも、皆さんこんにちは。はじめましての方ははじめましてもっといいです。よろしくお願いします。ということで、今日はですね、久々にというか、普段あまりやらないようなスプラトゥーンの実況動画をやってみようかなというふうに思います。普段ね、ずっと殺伐としてますんで、今日ぐらいは楽しく、フェス前のね、ひとときを過ごそうかなというふうに思います。そうだ、お前だ、今日の対戦相手、ダウニー。そうです。今、私が被っていた、この伝説の帽子をですね、今から厳選したいなというふうに思います。はい。現在私がかけているこの伝説の帽子、メインはですね、攻撃力アップでございます。で、サブがですね、割と悪くないんですけどね、ボム飛距離アップ2つと、インク回復アップついてるんで、悪くはない。ただ、良くもない。こっちの方が個人的には使いやすい。ただ、ダサいので、完全にスキューバダサいので、この伝説の帽子に、今からですね、ギアをつけたいと思います。で、何のギアをつけたら勝ちか、僕の勝ちか、って言いますと、攻撃力ギアですね。この攻撃力アップギアを2つつけたい。で、ラスト1個は何でもいいです。攻撃アップ1つと、そうだなスペシャルアップ2つかな。ボム飛距離2つかな。悪くないんですよ、これ本当に。ただ、俺はここに攻撃力アップを2つつけたいと思います。ということで、やらせていただこうか。もしかして僕、ギア厳選動画上げるの初めてかもしれないんで、こういうもんですよというのをまず一番最初にお見せしたいと思います。このサブギア3つが変わります、スロットで。で、1回3万円かかります。なので、そうだな、だいたい33回ぐらい回そうかな。いくぜ！一発目！これで決めたら今日の動画は1分。これでおしまいだ。ドン！こんなもん、悪くない。いや、ダメだ！ダメだ！こんなんで甘えてるようじゃ、エスプラ完走なんていけないんだよ。そうなんだよ。俺が求めているのは攻撃力アップのみ。そうだ。防御力アップ2つ。3つ揃ったら保持したでしょうけどね。真ん中がね、一番俺がいらないようなね、ギアなんで。厳選させていただきましょうか。2回目ドローギアパワー抽選中ゴミそうですね。ちなみに僕は真ん中のギアと右のギアは、いらないと思ってるんで、もう早速次行きたいと思いますよ。3回目ちなみに当たりメイドか。当たりメイドは割とどれでも出やすい。ゴミスパチャン短縮出すぎなんだけど。真面目にいらないし、攻撃力アップでスパチャン短縮って割と出やすいやつあるから、他ので出てほしい。当たりメイド、4回目ちなみにね、このサブギアは全部で13種類あります。いや、だから、このパワーのマークの攻撃アップが2個ついてほしいわけですよ。だからこの真ん中のオレンジのやつが攻撃アップだったらもうこの動画終わってたんですけど、終わらねえ！まだ終わらねえ。伝説の帽子厳選は続くんだ。5回目！これ3万円ってちなみにあれですからね。悪くねえ。すげえ悪くねえ。これめっちゃ悪くねえからこのまま保持して、若干ある件について。俺これでいいよくないこれ。良いよね。良いよな。いや、あれなんですよ。ノバブラスターネオを見据えてやってるんで、これインク回復、サブギア2つ悪くないんですよね。だったらこっち動かした方がいいみたいな、そういう風潮。甘いな！そんなんでよエスプラカンスといけるかっつんだよ、マジで。結構攻撃出てるから、これワンチャンスあるんじゃねえのみたいな。メイン効率はね、いらないですね。ノバブラスター使ってる人間からすると。チャージャーとか、ローラーとかだといるのかもしれないけどね。7回目だ今日ちなみにこういう動画ですからね。よろしく。さあ、オレンジのこいつほんと邪魔なんだよな。あんまジャンプしないからね、僕ね。たまにするけどさ、そんな短縮するほどのない。8回目来いいや、引きいいよ、今日、正直。こんなにね、攻撃力アップつきやすいとかじゃないんですよ。これ結構出てる方なんですよ、今日。もっと出ないもんかなと思ったんですけど、これは割と望みある。し、本当にワンチャンスあると思う。いや、こんだけパワー引けてることないから、マジで。9回目ドンほら、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 悪くないんだよ。悪くないんだよ、今日。いや、悪くないんだよ。だからこそ、行きたい。さあ、10回目。ちょうどあれだな。30万円減ったな。だから10回目だな。いや、あるぞ、あるぞ、あるぞ。あるゴミゴミまあね、このダウニーってやつ、ほんと主戦度だからな、マジ。金しかも儲けてねえからな、ほんとに。もうね、金以外のことにね、無頓着すぎるんですよ、こいつは。ゴミもうね、金が大好きだ。もうこういう人間は嫌われるからな。みんなも気をつけろよ。お金のことばっかり言ってると、もうね、人は寄りつかなくなっていくから、お金も寄りつかなくなっていくから、なゴミー。ちょっとなんか今、ぐぐっとこう、下降線を辿ってる。知らねえよ。俺は、この動画を作るために、これだけ金を貯めた。うん。いや、金を貯めたわけではないんですよ。そっちメインじゃなかったんだけど。パワー悪くないんだよな。悪くないんだよな、うん、ちなみにあれですから、ね、13種類あるんで13分の1の3乗ですね。あの3つ全部揃う確率でも俺はそこまで求めてないから、そんな確率ね、宝くじが当たる確率なんて求めてないですから。僕が求めてるのは16頭立ての競馬で単勝1点買いで当たるぐらいのそういう確率だと思ってますから。ごうおうおう、なんかな、なんかリアクション取りづれえな、すげえ。なんかさ、なんかこうなんかね、スペシャルアップ上昇 ×3 みたいな、なんかそういう悩ませるような、もうさ、申し訳程度の攻撃力アップ、なんなのさっきから、もうすごいじらさないで、私のことやめて、私、じらされるの苦手なの、じらされたくないの、もう許して、私のことを。許してダウニー、私、あなたなんかゴミだっつってんだろがー、まあ、トゲトゲしやがって、お前、しよってことマジで。さあ、マジでお前の頭一本一本へしょってかも、マジで。頭っていうか髪の毛のそのトゲトゲのやつ、お前。もうね、言いますからね、ハリネズミだって、針出したくないんですよ、本当は。本当は出したくないんだけど、ただ、針を出さないことによって、自分がね、死んでしまうから針を出してしまうんですよ。そういうね、ハリネズミのジレンマっていうものがあるから、ダウニーもな、そういう頭してんだろ。ちょっと、譲歩した俺がバカだったみたいだな。お前とは徹底的に構想しないといけないみたいだな。ああ、やってやんぞ、お前。もうボッコボコにしてやるから、お前あれだからインクまみれにしてやるから、マジで。俺インクまみれにしてやるからな、その素肌そのものを全てピンク色に染めて。厳選、厳選、伝説の帽子厳選、厳選、パワー3つ、パワー、攻撃3つ、攻撃3つつく、攻撃3つつく、攻撃3つつく、厳選、厳選、厳選、攻撃3つ、攻撃3つがつく、攻撃3つがつく、今すぐ攻撃3つがつく、厳選5、攻撃3つ。悪くないんだよな。悪くないんだよな。いや、なんだったら、もうこの時点で、こっちと比べてこっちの方が俺使いやすいんで、これでいいかなみたいなところもあるんで。ダメだよ。ああ、サムネに伝説の帽子厳選30回とか33回とか書いてあるだろ。俺は、決める男だ。持ってる男なんだよ。だからモッティなんだよ。持ってるからモッティなんだよなあ。持ってないです。うん。どっからどう見ても持ってないです、僕はね。てかさ、あれだよね、スパジャン2個が2回と、攻撃が2回が2回 ?2 個が2回。つきやすいとかないはずなんだけどな、当たりメイド。あれだわ、じゃあ分かった。じゃあ、決めた決めた。多分こういうのって物欲センサーが。働いキティーラーキティーラーやったぜ俺の勝ちだダウニーよざまみやがれ俺の勝ちみたいだなということで本日の私の動画いくら使いましたか？いくら使いました？22回 !22 かあ、22でこれ弾けたんだぞ。いいんじゃない？すごいいいですわ。どうせなんで、いやもうこれは崩せないですよ。もうこれ以上ないでしょ、全然。だってこれ普通にあれじゃないですか。ノバブラスターにも使えるし、普通にチャージャーにも使えるじゃないですか。ラスト1個がインク回復量だから。すごいいいの弾きましたよね、これね。なんで、ラスト1個、ちょっと、ラスト、あと8回ぐらいせっかくなんで、厳選しようかなと思うんですよ。で、攻撃力アップが、メインについていて、かつ、サブギアに、攻撃力アップがつきにくいって呼ばれてる、ジモンでしたっけ？ジモンじゃないわ。エゾコかどれだわかんない。防御力つきやすいやつだ。これだ。しぐれにだ、しぐれに。しぐれにじゃないですか。じゃないやつで、攻撃力アップがメインについてるやつをちょっと厳選しようかなという。で、かつ、かっこいいやつね。うん。攻撃力アップ、もうこれ一番俺見た目的にすごい好きなんですけど、もう3つ揃っちゃってるじゃないですか、アイロニック。だからいらないんですけど、買えないんですけど、どうしようかな。イカちゃんにします？イカちゃんの服って、服がどうだったっけ？あ、パワーだよね。あ、イカちゃんの服にしようか。これ、侵略イカ娘は、確か、つきやすいギアとかつきにくいギアないはずなんで、せっかくだったらさ、ちょっとさ、イカちゃん、そうだよね。可愛い方がいいよな。みんなな、可愛い方がいいよな。行くべ。この流れのまんま引いちまうべ。行くべ、攻撃力アップ2つ。攻撃、防御で。ちょっと、よろしくお願いしてよろしいか。もうあれだからね、俺の中ではこれウィニングランですから、もう気持ちよくなっちゃってるから。気持ちよくなっちゃって、さらに乗っかっちゃってるんですよ。僕はね、なとか思ってるあたり。ダウニーさん。やるという、そう。なんじゃい来てねえじゃねえか。じゃ、最後なんて。みんな、目をつぶろう。いいか。先生は、みんなのことを信頼している。だから、一回机に突っ伏して、この音声が聞こえた状態のまんま、目をつぶれ。いいか？目をつぶれ。今から俺も目をつぶる。厳選をする。いいか？な。攻撃アップが引けたと思ったやつは、目をつむったまま、挙手をしろ。先生は、君たちのことを信じてる。なあ、ダウニーくん。君は、攻撃アップが出せる、ウニだと俺は、信じている。俺は目をつぶっている。どうだ？いきますよ。3、2、いや、来てる。絶対来てる。俺見えた。完全に見えた。攻撃、防御。完全に攻撃、防御だから。行くぞ。3、2、1。ということでね、本日のね、スプラトゥーンの実況動画はこんな感じになりました。でもさ、見た目的にこれよりさ、こっちの方がいいですよね。かっこいいよね。実際ね。かわいいよね、こっちの方がね。できれば、理想はこういうことをし、かわいいけど靴があれなのか。でも靴はな、安全靴でこういうこともできたりしますからね。なるほどね。まあ、でも、わりかし可愛かったから、よしとしましょうか。目的のものは出ましたからね。これでいいんじゃないかなっていう感じでございますんで。モッティ VS ダウニー、初戦、第1回戦は、私の勝ちということにさせていただこうじゃありませんか。ということでね、近々フェスも近づいてます。で、今週末はね、2万人記念の大フレ戦大会もありますんで、ぜひともそちらの方をね、楽しんでご覧いただけたらなというふうに思います。スプラトゥーン持ってる人ね、一緒に遊びましょう。はい、ということで、ありがとうございました。適当やな。モッティでした。バイバーイ。